ただいま、新宿西口ヨドバシカメラにいます。ちょっとあの新宿通りをのイルミネーションをまたちょっと撮ってみたいと思います。今2月と11日かぐらいかな、のけなんですけども、まだこのイルミネーションは飾られてますね。こちらにはちょっと、上にモード学園ありますね。特に、ちょっと車が来たので真ん中を、道路の真ん中はちょっと通るのはダメかな。こんな感じですね。クリスマスの時もから、飾り付けられてますけども、クリスマスシーズンからね、まだ2月になっても飾られてますね。大黒屋、大黒ドラッグ、なんか何語だか、中国だか韓国だか語が流れてますね。前方に見えるのが新宿郵便局です。ですね、新宿郵便局があるので、新宿駅、郵便局前通りっていうのかな。これが、スタビライザーとか使ってないので、テーブルで、見にくいかと思いますが、ですね、郵便局周辺。なんか、新婚ホテル、あれ、つかない。そして、なんか LED がつかないですね。平日12時から20時、現行の手続きの窓口、同日祝日、祝日もやってるんですね。10時から18時、こちらは郵便局、ゆうちょ銀行の窓口ではありませんですね。こんな感じになってます。郵便サービス
代理業務、窓口代理業務、ATM、自販機、照明写真で、新宿郵便局、見えるかな、近いな、局前の信号、こちらもちょっと渡ってきますかね。あっちの端っこまでちょっと行ってみますかね。もう5分になっちゃった、うん、ちょっと今信号が変わるまで、うん、お待ちください。黄色、赤、渡ります。電車回収作業中、回収されてますね。どうしようかな。いや、クリスマスのシーズンの時は、こちらとかにクリスマスツリーが飾ってあったり、こっちにもなんかイルミネーション、クリスマスツリーっぽいのが飾ってあったりしたんですけども、あとこちらの方にもなんか飾り付け、イルミネーションがあったんですけども、もうすでにそれは、まあ、クリスマスシーズンが終わっちゃったのでないですね。京王、前方に見えるのが京王プラザホテルですね。ここまでは、イルミネーションが、木にイルミネーションが、街路樹にイルミネーションが飾ってあります。どうかな、こんな感じ。こんな感じです。それでは、ちょっとイルミネーションを見てみました。終わります。